はい、こんにちは、今回もクリームコロッケなんですけれども、前回作ったやクリームコロッケはベシャメルソース、ホワイトソースですね。今回そのホワイトソースを使わないクリームコロッケをの裏技をご披露いたします。じゃあ何で、クリームコロッケにするのかというと、クリームチーズ、クリームチーズを使ってクリームコロッケ、これの裏技をご披露いたします。はい、材料です。クリームチーズ、キャベツ、さつまいも、ブロッコリー、生です、あ、ごめんなさい、バターですね、有塩のバターです。これだけが材料です。今回、キャベツ、これ生、これも生ですね。こちらの方だけ、さつまいもだけが、ラップにして電子レンジにかけて火を通してます。それを使います。なかったら、じゃがいもでも結構です。こちらのブロッコリー、なかったら汁気の少ない、青野菜ですね、今の時期でしたら菜の花とかそういうようなものを使ってください。作り方は、これを刻んで電子レンジに入れて混ぜるだけです。わかります？刻んで電子レンジに入れて混ぜるだけです。はい、じゃあやっていきます。キャベツ、ポイント、芯外してください。芯ね、ちょっと重たいんで。キャベツ、分量切ってる間に言いますね。キャベツこれ 50g あります。 50g、 ガサガサも気にせずに、刻んでください。細かい方がいいです。いいですか？で、ブロッコリーですね。ブロッコリー、これ 20g あります。はい、こんなものにしておきましょう。ちょっと端っこやりますね。はい、ブロッコリーもこれも細かく刻みましょう。芯は芯の部分だけ、先にいった方がいいかなみたいなね。ちょっと時間の関係上早くいきます。ちょっとプロらしい技を見せておきますけども、まあ、家庭ではゆっくりやっていただいて結構です。はい、これだけですね。はい、これをボウルの中に入れます。いいですか？こういうの使ってください。スケッパーで言います。はい、全部入りました。さつまいも、これちょっと潰しておきましょうね。このままいきましょう。いいですか？はい、バター入れます。なかったらマーガリンでもいいです。はい、じゃあこれにラップをいたします。ラップをしてレンジで2分から3分、2分で一度やってみてください。はい、じゃあその間に、油の用意いたしましょう。フライパンですね。お店にはたくさんこうやって油あるんですけども、家庭では常には出してないと思いますけれども、油これぐらいでいきましょうか。 36cc を、まあ、5杯ぐらい、5、6杯入れたんでこれぐらいですね。これぐらいでいきましょう。なぜならば今キャベツ生で食べれます。さつまいも湯がいてあります。ブロッコリーも、まあ、今電子レンジかけてるんで中に全て火が通ってるという状態なんで、まあ少ないめの油でいけるという。ただし、この間のクリームコロッケの時に言ってたように、ぺったんこにちょっと薄いめにして揚げていきましょう。はい、じゃあこれを温めてる間に、用意、こちらの方ですね、パン粉、小麦粉、卵ですね、これを用意します。これでいきます。できたら家庭では小麦粉、つけ玉、パン粉、非常に少ない部分でいかれると思うんですけども、たくさんある方が作業がしやすい。で、例えばこんだけたくさん出してしまうときですね、これまあふるいでこうしてやってまたしまってください。この辺のところは少し邪魔くさいかもわかりませんけれども、作業としてはたくさんある方がやりやすいです。まだですかね、2分は。あと20秒ほどで、2分になるんですけれども、それから僕たちの必需品、
ボンベラですね。なぜこれを今出したかと言いますと、出来たて熱いんで、これを使って混ぜます。なければこういうやつです。もしくはこういうスプーンを使って混ぜてあげてください。そろそろ、はい、なりました。お指がかかりました。はい、こんな状態です。はい、いいですか。はい、混ぜます。はい、ではここに、味付けをします。おっとっと。こういう状態ですね。はい。はい、では味付けいきます。塩。こんなんですね。こんなんでいいと思います。はい。胡椒。別にいらなかったら入れなくても結構です。ここで個人的に私は醤油。醤油を入れます。どれぐらいかな。5cc も入れてないと思いますね。3cc ぐらいかな。大体これで、出来上がりの量がこんなんですよね。何人、まあ大きさによって何人分ってあるんで、まあ大体今回の分量でこれぐらいできます。はい、じゃあつけていきます。いいですか。これですくってあげてください。こういうふうにしてね、ちょっとちっちゃめでいきますね。とりあえず2個だけさせてもらいます。 で小麦粉を手にまぶしてついてる状態にして握ってください。それでコロ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 っとしてこの中に入れてあげてください。はい、ここでこの手を拭きましょう。はい、いいですか。拭きました。はい、でこれで前回と同じようにこう、しっかり指を濡らしてこのままパン粉のところに入れます。入れたらパン粉をかけてください。はい、かけます。はい、ここでまた手を拭いてください。はい、油のところに持ってきます。パン粉をちょっと落としましょう。先ほど申しましたようにコロッケは全て火が通ってますので生でも結構ですので、やや高い目の部分でいきましょう。ちょっとこんなもんですね。見えます。チリチリチリってなってきてるところですね。はい、これで入れます。はい、カメラ引いてください。これで軽くカサカサっと揺すってあげてくださいね。軽くで結構カサ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 。これで色がついたら OK です。色がついたら OK です。はい、繰り返します。全然爆発してないですよね。はい、これで火が通っていると、中まで、温かくなっていると思います。もう少し揚げていただいた方が完璧に温かいと思うんですけれども、はい、はい、できました。では試食です。いただきます。これめちゃくちゃ熱いやつです。まあ美味しいです。レッツトライ、よろしく。